僕が最近、僕自身が最近やってるのがですね、あの、魔の時間を知るなんですよ。自分が実は悩むのは、まあ、いつでもあるじゃないですか、人間なんだから。ただですね、その悩んじゃいけない魔の時間帯っていうのがそれぞれの人には存在するんですね。で、大体僕と同じじゃないかなと思うんですけどもうですね、夜の11時を過ぎたら悩んではいけないんですよ。これ難しいんですけども、いや、気になっちゃう、考えちゃうという人は、 その強制的に終了してですね、翌日の朝悩むことにすると。つまり悩んでることをメモしても何でもいいから、11時までにそういう作業を終わらせておくんですよね。っていうのは、夜中にね、悩んでもね、本当にね、あの、悩みたいから悩むと。あの、試験前に片付けるみたいなのものあるじゃないですか。人間ね、追い詰められるとなんか別のことをやりたくなるんですよ。で、人間、寝るっていうことに関して、 昔あの,昔あの自動心理学者から聞いた話なんですけれども、人間は寝ることに関して恐怖心というのがあるんですよね。あの、寝ちゃうっていうことは無防備になるので、できるだけ寝ないようにするっていうのが人間の本能としてあるそうです。なので、あの、寝ることに関してですね、何か心というのはごく自然と対抗手段を打って、本当に寝ても大丈夫なのかどうかっていうのを確認作業を始めるんですね。で、そういうですね、現在ではもう本当に 僕らどちらかというと睡眠時間少なくて悩んでるぐらいですからですね。本当にそういう必要のない本能の防御機能が備わってるからですね。僕らは寝る前にあるこれ考えて安眠できないようなセッティングになっちゃってるんですね。進化的にですね。だからこいつを解除した方がいいというか、まあ理性で解除するしかないんですけどですね。ただ本能は理性なんともならないから、とりあえずですね、な,なんか悩んだら、あ、 夜の悩みは意味がないから朝悩もうっていうふうにですね、切り離すことですね。僕はもうとにかく11時過ぎたら悩めない。なんか、これまでは11時過ぎて、いや、ちょっと戦略を考え直そうとか思って結構考えたことがあったんですけど、それね、一切やめてからね、かなり楽になりました。